はい、どうもアンダーソンです。今日も始まりましたヌルクラ、ヌルオタ中年マイクラ始末。この動画は私アンダーソンがですね、わーなんか嫌なやつが入ってる、マインクラフトのねサバイバルワールドでねゆるくスローライフを送るというそういう動画でございます。邪魔やなあいつマジで。ですね、ちょっと前回でしたかね、1.17 にワールドを戻したというか、アップグレードしたというか戻したという方が正しいんですね。一度1.17 にアップグレードして、もう一度 1.16.4 だか5だかに戻してですね、それからまた 1.17.1 に、まあそれだったらアップグレードなのかになるんですけどね、その時にね、敵対モブ以外のモブが全部消えるっていう珍事が起こりまして、で、前回ねゲームやってた後に、こっから一度またちょっと拠点の方に戻る用事があって戻ったんですね。そしたら村人も、まあアイアンゴールも戻ってきてたし、牛も馬もラバも全部戻ってきてたんですよ。何やあいつ、牛とラブラブなのか。それでラバをね増やしてたんですね。で増やして、まあラバだけじゃないんですけど、増やしてたやつらが全部いるんですよ。でいるまんま元のやつも戻ってきたんですね。だから以前ねよく旅一緒に出てたラバの玄米くんも戻ってきた。で2匹ね間違って増やしちゃったんで、都合屋敷に旅の友とそうでないやつが2匹2頭という言い方の方が正しいんですかね、いたんですけど、そのうちの1頭にですねこの度新しい名前を付けましてですね、また再びね旅の友になってもらおうと思います。で紹介したいんですけど、その周りをねあいつずーっとうろうろしてるんですね。なんであいつどうしてやろうかな、あいつキャストなのかな、あんなの冒険メンバーに加えた覚えないんですけどね。デスポンしねえな。ヌルクラ。はい、というわけでね、この後ろにいるラバ君がですね、先ほど紹介しましたこっちのね冒険拠点の方でねちょっと役に立ってもらおうと思ってるラバ君です。名前がですね、じゃーん、食い逃げという名前です。この食い逃げ君とですね今後ちょっと旅をしていこうと思っております。それでですね、今回からね、クイニー君と一緒にちょっと やろうと思ってる地図名冒険ですね。その地図がこちらになります。これですね。まだ全然取れてないですけどね。今、顔が向いてる方が北のはずなんですよ。だからね、南東か。南東の方向に向かってちょっと旅をしてですね。で、クイニー君と一緒なんで、あれなんですよね、基本的に陸地ばかりを旅していこうと思っています。それじゃあちょっと行ってみましょうかね。ヌルクラ。はい、というわけでね、さっき行ってきますって出てたんですけど、ロープとかもろもろ準備してないことに気がつきまして、一旦村の方に戻って、それからまた戻ってまいりました。でですね、その村に戻った時に地図持ったまま行ったんですよ、ついでだから。なので地図がどんだけ広がるかなと思ったんですけど、たったのこれだけです。まあまあ村遠いんですけどね、でもこんだけしかないっていうことは実は結構近いんですよね。まああのあれですよね、ネザーゲートがね、初期スポに作ったネザーゲートがすぐ村に繋がったんで、実は直線距離では大した距離じゃないっていうのはなんとなく予想してたんですけどね、ここまで近いと思いませんでしたわ。はい、というわけでね、今度こそ行ってこようと思います。まあでも方向はこっちじゃなくて反対側なんですけどね。今チラッと見切れましたな、あいつね。やだな、そっち行くんだけどな、降り上がるの。さて、もう一個
おるよね、確かね。もうちょっと近いあたりに行きたいけど、無視してこっち行こうか。ちょうど都合の悪い方向に道が続いてますね。ミルクラ。ん？これは本物のゾンゴイだな。声がするのが一番嫌だ。さて、地図としてはこれでいいけど、あ、やべえ。ここもジャングルですね。わー、えらい穴がある。すげーな、これ。こっち側も川か。すごい渓谷だわ、これ。ちょっと取れ高がなさすぎますね。おはようございます。ちょっと平らな方に行きたいんだけどな。思いっきり森の中突っ切る感じになってますね。変な形の岩が積んであるの、これ。あー、雪がある。
待だ。どう行くのがいいかな。こっちの湿地帯の方に向かっていくのが多分地図目としては。おお、なんかマグマだまり、すげえなこれ。湿地帯に降りるのは良さそうですね。よいしょよいしょ。スライムチャンクとかだったら最高なんですけどね。レケ湖、それと海、湖ですね。湖というか池というか、そういう感じの場所ですね。あれ、ジャスラックに来られるところだったら、もう少しで加山雄三の俺の海よって言った歌ったところでしたわ。加山雄三さん、あれですね、復活ライブやられてましたね。怖え、ここ。うわぁ、やばいやばい。あ、マジか。マジか。じわじわ来始めましたわ。クイニエなんて変な名前つけたからよくなかったんか、それともあれこそやつの運命だったのか。せめてなんか見どころになるものを見つけて帰らんと。あれですね、彼の犠牲がただの無駄死になってしまうので。あ、え、何してんのあの人。何してんの君。何持ってんの。何もいいもん持ってな。さよなら。ここの湿地帯は広いですけど、あれなんですかね、魔女の家とかないんですかね。あったところでどうしようもないけどね。コウモリの声が聞こえたってことは、どっか深いトンネルでもあんのか、この近くに。あ、ありましたね、魔女の家ですね。何の見どころもねえな、おもんな。ただ殺戮しただけでしたね。オフ、あぶねあぶね。ここでゼンロスはね、避けたいですね、いろんな意味で。単純にゼンロス嫌ですし、単純に嫌だし、それだと散ってしまった宝油食い逃げに申し訳がねえ。あの世で何と詫びりゃいいか。すまねえな食い逃げ、一足先に地獄で待っていてくれ。
あいつは素直だったから地獄じゃないかもしれないですね。お、戻ってきたな、だいぶ。で、こっちの方角はうまく割ってないんだね。そこの角だけちょっと埋めて、草原出ました。草原か。ああ。いろいろうろうろしてた結果、初期スポに戻りましたね。そうだ、わざわざ川渡る必要なかったんだ。ここ来ればよかったんだよね。忘れてたわ。ここ来てネザーゲートを入ってすぐに戻ればもう村ですよ。ミルクラ。はい、というわけで悲しいことに尊い犠牲を払いつつ地図を少しだけ埋めることができました。地図を少しだけ埋めて、それから遠くにいるこっちに攻撃できない敵に向かって攻撃をかました。たったそれだけの回でございました。ですね、とりあえずね、冒険についてはそれぐらいでいいのかななんて気がしますね。そろそろね、操作も慣れてきましたしね、マウン兄弟サーバーの方でもねちょっと遊んでるんで、ぼっちぼっち次の回あたりネザーをちょっと探検していこうと思います。クイニューファンの皆さん、申し訳ありませんでした。というわけでね、今日のところはこれで終わろうと思います。全ロスこそしなかったですけどね、全ロスしたのと同じぐらいちょっとしょんぼりしております。ですけどね、これもマイクロやってたらもうあり得ることなんでね、これを受け止めてですね、強く生きていこうと思います。それでは今日の配信はこれで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ちょっとでもね、もしこんなのでもちょっとでも面白いとかね、これぐらいだったら俺でもできるわと思われたらですね、ぜひね、高評価とかね、コメントとか、チャンネル登録とかね、していただけたらね、私の励みになりますので、どうかよろしくお願いいたします。それではこの配信はこれで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。さよなら。だからガラス、あ、大丈夫か？